to the Batmobile. Let's go. FM-YY.皆さんこんにちは、 FMYY のキムチアキです。毎週の土曜日というのは12時からワンコイン番組ということで、いろいろな地域の話題をワンコインを握って来ていただいてお話ししていただくということになっています。今日はこういう4人の方に来ていただいてます。こんにちは。こんにちは。はい、ではですね、まずワンコイン握っていただいてますか。はい、はい、ではどうぞ。はい、いい音がしました。ありがとうございます。実は、この方々は日本人ではありません。ではつばめ先生からみんなの紹介をお願いします。はい、東海大学、台湾の台中にある東海大学から参りました、黄淑燕、黄淑燕って言います。はい、どうぞ。同じく、台湾の台中にある東海大学から来ました、ご総長と申します。よろしくお願いします。台湾語は言ったっけ。言ってない。言ってない。あ、大変失礼しました。大家好。台湾东海大学，我从台湾东海大学来的，我的名字叫做吴素如，请多多指教。よろしくお願いします。はい、では次。大家好，我是一样从台湾东海大学来的，研究生，叫王义珍。皆さんこんにちは。私も同じ台湾の東海大学から来ました。院生の1年生、王と申します。大家好，我一样也是从台湾东海大学来的，硕士生，我叫做林宇珍。皆さんこんにちは。私も同じく台湾東海大学の院生の1年生、林と申します。はい、ありがとうございます。つばめ先生、これこのお写真なんですけれど、はい、これは東海大学の有名な建物ですね。そうですね、はいはい、これの説明お願いします。はい、実はこれすごい有名な、もう国の、国の国定戸籍になってまして、で今年で60周年ですね。うん、でアメリカのタイムズ雑誌の、うん、創設者が寄付して作ったものです。そうなんですか。そうなんですよ。寄付、はい、なぜかというと、この東海大学っていうのはミッション系の大学で、はいはい、一番最初は結構宣教師が来ていて、資金もほぼ日本、ごめんなさい、アメリカの連合理事会っていう理事会があるんですけれども、その連合理事会の人たちが出していて、でそのタイムズ雑誌の、その創設者のお父さんが中国大陸で40年間ずっと宣教師やってて、いろいろな大学の設立にも携わっていて、なのでその有名な IMP っていうルーブル美術館の前のガラスのピラミッドのデザインをされている、その方のアジアでのかなり初期の作品で、だからとっても有名な作品です。これは何をイメージしているんですか。はい、最初のイメージはいろいろ説があるんでしょうけれども、うん、でもその後、教会ですから、うん、その後の人の解説なんですけれども、うん、前の部分が人の人間の祈りの手であって、うん、で後ろの部分は神様の祈りの手、つまり支えてくれているっていうことというふうに解説されています。私こう人の手みたいに支え合うっていうにも見えますね。はいはいはい、あ、そうなんですよ。そうなんです。なるほど。さて今回この燕先生はね、よく高取には来ていただいてたんですけれども、はいはい、この3人さんは初めてだと思いますが、今回はどういうことで、いつから日本においでになったんですか。今回は6月の26日から7月の5日までは私たちの活動、神戸大阪ツアーという活動がありまして、テーマは外国人が日本に移住してきて、でどうして移住してくるのか、うんうん、なぜここを決めて定住していこうという、うん、ことを考えているのか、うんうん、いろいろ探りを
あちこち見回っていくという活動なんですけれども、うん、今回は華僑総会、華僑総会、はい、華僑総会の方行ったり、うん、講演を聞いたり、うん、それから鶴橋まで行ったり、はい、大阪大学の学生さんも交流したり、うん、しています。はい、はい、華僑総会っていうのは南京町の華僑総会ですか？はい、そうです。大阪ではなく 北野の方の華僑総会、台湾系の華僑総会、はい、北野の方のどのあたりにあるんですか？異人館通りの、うんうん、多分横になっていると思います。そのあたりに、うん、はい、じゃあ、台湾系もあれば大陸系もあるってことなんですね。はいはい、そうです。なるほど、はい、多様な神戸という感じですね。はいはい、では院生のお二人はどんなふうに、王さんの方はどう思われました？神戸は初めて来て、うん、なんかすごく外国の雰囲気があるという、うん、という場所で思っています。思いました。神戸以外の日本はどこ行きました？大阪も来たことがあるし、うん、の東京も来たことがあります。うんうんうん、じゃあ大阪や東京よりも神戸は外国の雰囲気があるってことですか？なんか異人感がある。あ、なるほどね、はい、なるほどなるほど、はい、では、凛さん。はい、今回は神戸に来たのは2回目なんですけど。あ、そうなんですか。はい、でも1回目の時は8年前のことで、うんうん、そしてその時はツアー旅行を参加しますけど、うん、その時のなんか印象とかあまり思い出せないので、うん、今回はいろいろなところを見て外国人な雰囲気を感じて、素晴らしい経験と思います。そうですか。久本市長に言っとかないといけないですね。ぜひぜひ。はい、そして燕先生はよくね、高取のこともご存知なんですが、うん、はい、皆さんご存知ないと思うんで、ちょっと写真でね、震災からっていうところを見ていただこうと思います。これはですね、青空の中でこう工事のおっちゃんが手を挙げてるみたいに見えるんですが、あれは神田神父です。ファーザーです。はい、はい、ここを教会でありながら地域の、市民活動の拠点にした、多文化共生の、いろいろなものが見える実感できるところにした方です。でまた宗教も超えるということで、クリスチャンだけではなくてイスラムも、それから神社さんもお寺さんもいろんな方々とおつながりも作ってらっしゃいます。でここで有名だったのがペーパードームって言って、ペーパーの柱でできている建物だったんですけれど、当時こちらの方にはまあ、トラックなんかも並んでて、こちらの手前の方はテントが並んでる、うん、これは震災の後もう焼けて何もなくなったところにテントを建てたり、それからバラックを建てたり、建築現場のものを引っ張ってきたりっていう中に、このペーパードームっていうのを作って、紙の教会を作ったんではなくて、地域の人たちが集まっていろんな話ができる場所を作るっていうことでペーパードームっていうのを作りました。で、1995年の阪神淡路から、10年経って2005年の時、これが中のペーパードームの雰囲気なんですけれども、それを台湾からおいでになった、台中の、南東県の東米のプーリの方、うん、日本語読みしかできないんですけど、うん、すみません、そこから来られた方がですね、これを解体するって言ったら、今神様がこれを台湾に持って帰りなさいと言ったんで、本気と思ったんですけど、神様が言ったんですって。亮さんっていう方なんですけどね、まあクリスチャンですから、はい、で本当にこう解体をしまして、本当を言うと買って新しく建てた方が安くつくんですが、わざわざこれを解体し、そして海を渡ってプーリーにこういうふうにまた再び作った、神共同という名前に今はなっています。で素晴らしい、そちらも地震ですごい被害を受けたんですが、素晴らしいその復興の町の力を上げるという、それの中心的な場所になっています。
で、ここがもう原生林のところで蝶々やカエルさんとかも自然のままを生かしたという地域になって、被災からの復興の中によくスクラップ&ビルドでビルをバンバンバンと建てていくっていうのはとても多いんですけど、そうではなくって、元通りの元通りっていうより元よりもっと素晴らしい形に作られたっていう、そこに神共同っていうのができています。また南東県ですから、お近くだと思います、うん、行ってます あ、ね、あ、そうなんや、なんか全部行ったことがあるってあら行ったことはない、一人だけいない、一人だけないあら先生ですね。いや、私長年台湾にいない、いなかったね、いなかったね、留学とかいろいろされてたんですね、はい、行ったこと2人は陰性はある、はい、あります、うん、どうですか、なんかすごく昔のことなんか小学校の時に聞いたことがあります、うん、震災と絡めていろいろなそういう場所になってるのかもしれないですね、うんうん、リンさんの方はどうですか。私も同じ子供の時、確か小学5年生くらいのことなんですけど、今は、うん、あまり思い出せなかったじゃあここへ来た、発祥の地ですからね、うん、はい、ここから台湾に行ったんだっていうことを思いながらまたもう一度行ってください、はい、先生連れてってあげてくださいね、はい、お願いします、はいはい、で、今回ですね、つばめ先生、もう本当に何年ぶりでしょうね、4年ですよね、あ、コロナ、うん、はい、コロナで、うん、2009年からこの、越境する移動度定住っていうテーマでこう来てたんですけれども、中華学校へも中国語のキャンプをやりに行ったりしてたんですけれども、コロナ禍でこの4年間来られなくて、で今年やっと再開できて本当に嬉しいです。もう実はですね、阪大に行かれて、はいはい、でこことの関係のある、うん、ベトナム語番組をやってる林くんから、はい、こんな人来ましたよって、はい、写真が送られて、ね、知ってるおいや、会えるかどうか分かんなくて、なんか、来てからひょっとしたらと思って、よくよく、はい、ありがとうございました、来てくださいました、まあ、クリスチャンだからミサにもね、参加するっていうこともあって、よかったなっていうふうに思いますけれども、はい、でも阪大の林くんと、はい、つながってるっていう、やっぱりいろんな意味でいろんな人とつながっていくんです ね、それがすごい素敵だなというふうに思いましたが、つばめ先生、もう一度ですね、越境と定住、こちらの意味を、する、はい、越境する移動と定住、やっぱり台湾にも、まあ、すごい多元的な人たちが本当にいろいろ入っていって、まあ、いろいろな国の人が定住しているんですけれども、で日本語を勉強している人だったらやっぱり将来的には、まあ、日本語だけじゃなくて全ての人が越境することになるとは思うんですけれども、でじゃあなんで越境するのか、でなんで移動して、しかもそこに定住しようと思っているのかっていう、なんかいろいろ多分いろいろな人がいろいろな事情があるんですけれども、元のだいたいみんな元のところにいたいのに、なぜか、そこの事情がとっても興味深いと思うし、で我々も私たちの学生たちも結構日本へ来て定住している学生がいるので、なんかその事情をまず勉強してる間にもう知ってもらった方がいいかなと思って、こういうツアーを毎年やってます、はい、今回は、はい、引率でつばめ先生来られたんですが、はい、来年からは郷さんが引率、はい、交代です、はい、っていうことなんですけれども、はい、やっぱりその越境するとか定住するっていうのはもともとそういうことに興味があるってことですか。もともとということより、うん、私の研究は社会言語学なんですけれども、うんうん、特に台湾を集中してフィールドワークをしたりしているんですよ、うんうん、でそこから発展してて、今台湾でもたくさん の新住民たちがいまして、台湾人と結婚したり、うん、または労働ビザで入ってきたりしている方々がたくさんいますよ、うんうん、でそこで彼らに対して
どうやってフォロー支援したらいいのかということがすごく興味深いということで、で今回もツアーの関係で神戸にやってきて、まず日本ではどういうふうにこういう人たち移住者たち定住者たちを支援したりしているのか理解と認識をしたくて、なので勉強しながら、はい、来ています、はい。もう院生ですから日本語は大丈夫だと思いますけれどもうお二人のね熟練した日本語話者いますから大丈夫なので時々は言えなくなったらサポートしてもらってください。じゃあ学生で院生1年っておっしゃいました。はい。じゃあ大学でいろいろやりながら院に入ってもやっぱり越境とかどうして人々は越境するのかどうしてそこでまた違う場所で定住するのかっていうなぜ興味を持ってるんですか。ポーさん、はい。私実は今回私はなんか地方創生の方面を中心に、なんか台湾と日本と の、地方創生はなんか比べたいと思って、今回神戸に来て、例えば異人間 の、再生活用とか、それを観察にしてきました、台湾にもでもやっぱり日本家屋が残ってたりするじゃないですか、はい、それと比較したいというような感じですか、はいはい、そういうつもりと思います、なるほど、はい。ではリンさんは、はい。で実は今回このスタディツアーを参加するなんか理由は今研究したいテーマは、台湾における多元外国人労働者についての、多言語サービスや多言語支援のことをなんか明らかにしたいなので、今回このスタディツアー参加し、日本での移住者の状況について、フィールドワークを行いました、はい。なるほど。王さんの場合はやっぱりそこの地域に残る多様な人々が来た足跡足跡っていうのを地方の中でどのように活用するか町の力にするかで、林さんの方は多言語、はい、それを台湾だったら台湾語全部になってしまうんじゃなくて、いろんな言語をサポートして残していくことの意味っていう感じですか、はいはい、そうです、はい、それは難しいけれど素晴らしいことで、なかなか壊してしまってやっと分かるとかいうところはあると思うんですが、よかったですね。しっかりとした院生たちで、はい、もうどんどんしっかりなってほしいっていう。で例えばそれがね大阪横浜東京っていう大都市ではなくって、結構つばみ先生が神戸にこだわって来てらっしゃるっていう意味は何ですか。そうですね、やっぱり神戸が一番、まあ、華僑もいっぱいいるし、華僑の中でも両方、そうですね、中国と台湾、それから、まあ、ベトナム、まあ、姫路からいらっしゃるベトナムの方もいらっしゃるし、新住民も結構いっぱい、新住民っていうかニューカマーでもいっぱい入ってくるし、まあ、在日の方たち、まあ、在日朝鮮とか在日台湾人、在日中国人、もうすごく本当にこうなんていうの豊かな、そういう意味で、あ、インドの方もいらっしゃるし、多重っていうかブラジル人ばっかりとか、ね、何々人ばっかり、大阪の、ね、在日ばっかりとかっていうんじゃなくて、バラバラそうですね、一緒に住んでるっていう、で実は台中にも中区っていう地域があって、そこに一番ずっと昔はその何ていうの、日本人の比率は台湾人より高かったんですね、ずっと昔は、統治時代、日本統治時代なんですけれども、でも今でそれで家屋もいっぱい残ってるし、でそこに今新住民、東南アジアの新住民が本当にいっぱい入ってきて、で市場もこうなんかそれこそその野菜とか東南アジアの野菜とかも売ったりしていって、とっても
なんか入ってきてくださるおかげで、うん、もう活気が出てきたんですね。なるほど、うん、だからそういう意味でこう地方再生といっても結構、うんうん、新住民がどういうふうにこう活気をつけていくのか、うん、で中区はどんどんあのやっぱり古い町なので、うんうん、ちょっと廃れていってたんですけれども、うんうん、最近あの、まあ、台湾人の若者も入っていって、うんうん、いっぱいこうあのお店を出したり、うんうん、なんかあの工芸をしたりして、うん、とってもなんかある意味神戸となんとなく似た、うん、似た面影も見えているっていうのが、うん、確かにですね、うん、あの永田のね、はい、下町と言われる震災で潰れなかった古い家屋がやっぱり残ってるところに、はい、アートとかね、うん、はい、リノベーションしていく、 そうですね、うん、その古いものをあのスクラップビルドがあの日本すっごい得意なんですけど、うん、はい、ではなくて古いままで中だけリノベーションしていくっていうのが、うん、はい、すごく増えてきた、はい、で下町芸術祭っていうのでいろいろやってるんですけど、うん、やっぱりそこにアフリカ人も、ミャンマー人も、うん、ミャンマーからのたくさん の、 あのロヒンギャ系の人とかね、うん、そういう、難民として入ってくるとか、うん、でもちろんベトナム人もザンジコリアも、うん、で沖縄奄美も、うん、っていうふうになっているところに若者が面白いってやってくるっていうのが、20年目ぐらいから、うん、震災20年目ぐらいから美しい高い綺麗な便利な建物ではないところで動き出してるんですよね。ぜひ研究者として神戸に深く入り込んでいただきたい。でやっぱりあの日本の公立の学校にそれぞれの母語を教える教室ができてきてる。日本語を教えるんじゃなくて母語を教える。まあ台湾はね先住民族の言葉をね、うん、支え続けるっていうようなチャンネルがあったりもするんですけれども、公立の学校にそういうものがあるっていうのが生まれてきてますので、うん、ちっちゃい小都市としての活躍の仕方がやっぱり台北ではなく台中っていうところも似てるような気がします。とても素晴らしいと思います、うん、ではですね最後に、こちらのカメラに向かってですね、はい、台湾の方に向かっても神戸に来て、うん、こんなものを手に入れましたよっていうのを、うん、まずは台湾語で、はい、そして日本語でちょっと要約をしていただいて、はい、彼女からお願いします。リンさんから。あ、急すぎる。すいません。大丈夫ですかね、うん、じゃあ遊びにおいでみたいな、うん、はい、あの、神戸に来てどんなものが良かったっていうのを中国語でお願いします、うん、いいよ、あの収録あのしてるからねカットできるので、うんうんうん、ちょっと考えてみて、はい、ちょっと相談してみても大丈夫ですよ。就是来湖北发现了什么有趣的地方，然后欢迎他们来这样子。そしてプーリーのあの台中の台中のプーリーにある神郷土はここにあったらしいよって言っといてください。どこに行っちゃったかな、あの冊子。あのあこれではなくて、ではなくてさっきのあのペーパードームのやつ、あれどこやったかな、その辺に置いてたかな、はいはい、それを見せながら、はい、うん、どうぞ。你就说在这里发现了什么有趣的地方就好了。嗯，不用想。行けそうになったら言ってね。大丈夫？用中文。嗯，对，用中文。直接说神户有什么？对对对，就你来这一趟看到什么，发现了什么新的东西？大丈夫？はい。じゃあ、あの、キューって言ってからこっち側行ってね。いいですか？ではお願いします。好，那我这次来神户呢，就有来了各式各样的地方。首先有外国人居留地，然后再来我也去了神户的新开地。那个我去那个地方也听了很有趣的拉库沟。中文是单口相声这样。那神户这边呢，就也有就是像我们那个南投的纸教堂，那大概是这个样子。对，非常有趣。那欢迎大家来神户。ありがとうございます。なんて言ったの？日本語で。はい、今回はあの
神戸に来て、あの外国で北のあの擬人化にいて、そして神戸の新海地もいて、そこであの落語も聞きました。でとても面白かったと思います。はい、ありがとうございます。はい、ペーパードーム見せたのは何ですか？このペーパードームはあの台湾 の、 あの南東っていうところで、あの新あの地震の後であのなんか建てたあの神ドームです。はい、で神戸も同じあの片取りのフェーバードームもありました。はい、はい、後で詳しくつばみ先生に見ていただきます。はい、ではどうぞ王さん。はい、我这次来到神户这边，就是发现这边有很多不一样的文化，像是艺人馆有就是外之前过来的外国文化，然后在我们也有去到新开地那边，有很多不同的娱乐方面的文化这样，然后这次得到的知识很多这样，然后也欢迎大家来这边，就是欣赏这些人文风景。で今回はあの初めてあの神戸に来て、なんかあのすごく外国の雰囲気があって、なんかあの異人館とその外国の文化があって、そしてあの私たちもあの新海地も行って、そのところはあの娯楽の文化がある、そしてなんかあの皆さんあのこずぜひあの違いが来たら、そのそういうようなあの文化を感じます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうぞ。私ですね。はい、はい、这次来到了神户，然后我们也去了蛮多地方，像刚刚学生们也有谈到的，就是说来到神户，然后去了解这些移民的人们他们的背后的历史背景还有现状，然后也去了新开地，然后去了解当地他那个社区在帮大家怎么样活化那个活化那个城市的部分，那也学习到了非常多的地方，就是有看到他们在帮助大家的。很努力在帮助大家，就是定居在神户，定居在日本的这个区块，然后也很认真的想要去解决每一个课题。嗯，日本語に切り替えます。今回、神戸にやってきて、まああの移民たちのあの住んでいるところ、その背後の歴史いろいろあの理解したりして。そしてあの彼らも自分たちがここで定住することができるようにいろいろ努力したり、うん、また周り の、 あの地域の人々日本人の方もあの協力したり、そこの助け合いがすごくあのいいなと思いましたので、うん、ぜひあの神戸遊びに来てください。ありがとうございます。で最後はい、まあ、あの神戸っていうところはもあのいつも台湾だあ我们要我要先讲中文中国語 まず中国語ですね。はい、就是我们想到神户都只会想到艺人馆啊，或者是神户牛排呀、啊、之类的。可是其实神户真的有非常非常丰富的外国人文化，那不只有所谓的洋人的文化，西洋人的文化，还有很多是东南亚的文化。像我们这一次去的一个移民 center， 嗯，它是属于日裔巴西人的那种，很多很多的历史都在其中。我觉得这是一个非常有很多宝可以挖的地方，嗯，尤其是神户跟外国文化是一个非常非常宝贵的一个就是。宝库，你可以发掘很多东西。嗯，欢迎大家来。
はい、なんか台湾の人 にとってこう神戸って言ったら神戸牛なんですね、うんうんうん、神戸のステーキとか異人館とか、うんうん、あのアイスクリームとかそういうのを思い出すんですけれども、うん、本当は神戸はとってもそれだけじゃなくてもっともっといろいろ本当に外国の文化が入っていってでその外国の文化も西洋だけじゃなくて、うん、あの東洋東南アジアそれかインド、まあ、いろいろな、まあ、先ほどお話も伺ったその あの八系ロシア人の話もあるっていうとっても本当に外国とのつながりがあって歴史も深いし なんか方向ですねおもういろいろな文化 の、 はい、の方向だと思います。とっても本当になんか、うん、私は魅了されま す、 はい、います。素敵なところです、はい、こういう先生がいらっしゃるから神戸ツアーが、うんはい、成り立つんですね強い思いを持っていただけるので、はい私も何回か台湾に行くこともできました。はい、ありがとうございました。今日はね本当に、つばめさんとこんな風にねまた会えるとは、うん、はい、コロナはね本当に大変でしたけれども、ねうん、こんな風にまた会えて、うん、中田先生は北海道行っちゃいましたけど、はい、今市会議員になりました。嘘そうなんです。はい、パーソナルな情報でした、うん、あそうですか、はいはい、それもまたね不思議なつながりですけれども、うん、はい、もうすごい、今回はこのように、うん、台湾からのお客様ていただいて素敵なひとときを FMYY で過ごしていただきました、はい、また台湾に帰ってから YouTube で見ることができますので、はい、ぜひもう一度見て、はい、しまったと思うこともあると思いますが、はい、素敵なこの後も過ごしていただきたいと思います、はい、今日は本当にどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。頑張ろう神戸。